1>, 1分でわかる酒井忠次の生涯大栄七年から永禄三年松平氏の家臣酒井忠親の子今川氏の人質となった家康に同行永禄三年桶狭間の戦い後松平家 後の徳川家の家老となる元気元年から天正三年姉川三方ヶ原長篠の戦いに従軍多くの功績を残す天正十六年から慶長元年長男家継に家督を譲り隠居 京都の桜井屋敷で死去。